か。こんにちは。さあ引き続き村田選手のあのベスト9から詳しく選手の解説をしていただきたいと思うんですが。いいね。え？乗ってきたな。オッケー。オッケーオッケー。アナウンサーっぽかったですね。ああ、ね、そうだな。さあ続いて内野手についてお話伺っていきたいと思います。おお、なんかスラスラ来てんな。いいな。オッケー、あれですか。オッケーオッケー、あれ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 。さあ一塁選手。楽楽。ね、よかったです。ファースト、はい、ファースト、はい、ファースト落合さんだったよね。落合さん、指名いただきましたけれども、うん、落合さんってさ、現役の時にさ、うん、語ることはそんなにないんだよね。あ、そうですか。やっぱもうすごすぎてさ、すごすぎちゃって、うん、三冠王3回でしょ、うん、すごい、まあ、いつも三冠王狙ってるというね。うわ、まあ、打撃部門の3部門、はい、これを全部狙える選手だったということがすごいじゃない。クレイジーですね。ね、2つのタイトルだったら、うん、意外と可能性がある選手はたくさんいるんだけど、3つの可能性が常にあったという人はさ、うん、隙がないというかさ、はい、言うところがないよね、うん、本当ですね。選手の時はそんなに喋らないよね、敵だから、うん、で塁に出て挨拶して、はい、おいとか調子いいなとか、うん、その程度だったんだよね、でおいちょっとサイクルがかかってるから、はい、ちょっとセンターやりやっといてくれとかポジションでね、はい、あとシングルヒット1本の時があって、はい、中日球場でね、忘れもしない、はい、でセカンドツーベースかなんかで来たんだよ、うん、で残り1本がシングルヒットでサイクルアンダーだったんだよ、はい、で落合さんの三塁だってそんなに考えられないじゃない、うん、ね、はい、でシングルヒットだけなんだから、おー、で言うたらちょっとセンター寄りやっといてくれってとかいう話があったね、はい、うん、で寄ってたんだよ。あ、寄ってた、実際に。いや、こっち飛んでくるかなとか思ってたから、はいはい、うん、寄ってたんだけど、で、1、2塁間上げてたの、うん、で、こっち狙ってくるんだろうなとか思いながら、ってたらで、守ってたら正面に来てさ、いやいや、これどうしようもないからみたいな、まあ、それでアウトにしたんだけどね、はい、でもまあ、そういうこともありながら、で、監督になったから、はい、ものすごく印象があるのが、落合さんって、レギュラーを固定してたのね、ある程度。うんうん、その年中日が全く打てずに力はあるんだけどもた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 した時があってさ、それでもガンとして変えないの。おで落合さんに聞いたことがある、はい、監督の時落合さん変えないんですかって打順とか、うん、まあみんなさ、はい、調子が悪くなったら試行錯誤してそうですね、ある程度は入れ替えするでしょ。そうですね。で人は変えなくても打順を入れ替えたりだとか、うん、いろいろするじゃない、はい、すると思います。落合さん全くしない年があってさ、しない年があったね。落合さんなんでですかって言ったら、うん、気になる。だからこいつらね、全員数字持ってるっていう言い方されたんだよね。数字持ってる、うん、だから1シーズンを働いた時の数字が、うん、まあ例えばこの選手だったら3割、この選手だったら2割8分っていう、うん、もう平均的なものは持ってるんだと、はい、うん、今バタバタするなと。おお、なるほど、動じるなと、うん、だからまあ、豊か最後まで見といてみろって、うん、でそれがね数字機だったかな、で優勝がどうのこうのってマジックが出た時にやっぱ行った時に、うん、お茶さんよく覚えてんだよ豊か言っただろって、うん、数字を持ってるって、うん、そっから夏場にかけてどん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 上がってってさ、はい、で結局優勝したんだ。すごいな。だから怖い、怖いです。だから豊か悪いからって言ってバタバタするなって、うんうん、なってすごい選手を信頼してらっしゃるんですね。そうそうそう、だからそういうところがあった人だね。うん、まあ、監督としてね、監督としてのベストラインじゃないけど、そ, その話がすごく印象的だったからちょっとお話をしたけどね。うわ、すごい。セカンド、はい、山田哲人選手。そうだね、うん、俺もセカンドだったの知ってるよね。知ってますよ。知ってるか、はい、これは叶わない同じポジションとしてもそう思われる。いや、それはさ、3割30本、30盗塁でもね、まだ伸びしろがあるんだよね。おー、まだまだ3割打って、40-40ができる、うん、40ホームラン、40盗塁すごい、これをやっぱりやってほしいよ。そこまで見たいですね。なんかね、うん、山田哲人の中では3割30本、30盗塁がもうノルマだと思ってるんだよね。そのノルマを超えたときに、やっぱちょっと安堵感があるんだよね、うん、あとは率だって、3割打たなきゃいけないという、はい、まあ、ホームラン、盗塁っていうのは数字は減らないじゃない、うん、だから達成したら、もうその数字は残るけど、率
があるから、そうですよね、率は下がっちゃうからさ、アベレージを保たない、だから保っていこうとすることに終始してるんだよ、ね、そうじゃなくてもっと上を目指したら、俺は3割40本40盗塁ができる人だと思ってる、もっともっと攻めてほしいんですね。そうだね、いやだからまあ、一緒に飲んだこともあるし、あ、そうなんですか、なんかこう本当に切符のいいね、うんうん、好青年という、切符のいい好青年なんですね、うん、だから、なんて言うんだろうな、まだまだ伸びしろあるなっていうふうに、まだ守備ももっと上手くなっていかなきゃいけないしね、うんうんうん、守備だけのベストナインでは入れない、あ、そうですか、うん、でも守備も伸びしろがあるから、もっともっとやってほしいなと思う、うんうんうん、だ数字ってさ、一応のノルマクリアしたらさ、はい、人間ってホッとするじゃん。だホッとしない。日が抜けちゃうところもあるかもしれないですね。ね、うん、だからそれがなかったら、はい、俺はもっとすごい数字を残せる選手だというふうに思う。なるほど。より期待したいというところですね。さあじゃあ続いてカードいきましょうか。はい。竹内さん。ねえ。かっこよかったよね。ミスタータイガース。ミスタータイガース出てきましたね。いや、加計さんに褒められたこともあるし、はい、お前良くなるよって、その言葉が支えで、なんか頑張れたっていうところもあるし、まあ、一緒に飲み行ったら、いきなり加計さんが踊り出すし、加計さんみたいな、踊るんですね、踊る踊る、いやだからすごくなんか可愛がってもらった人かな、でなんかこう土をこうやって一生懸命こう舐めるというね、はい、なんか一つ一つの動作がかっこよかった。打席に入ってこうあってさ、はいはい、こういうのも小さい子なんかよく真似してたよね。あ、本当ですか。かけるさんの真似みたいな、まあ俺小さくはなかったけど、俺も同じプロでやってたんだけど、なんかあの公園行ったりすると、あ、絶対かけるさんの真似してるわっていう子供たちがたくさんいる、まあ憧れの選手だったよね。うん、うん、勝負に対してフェアだったよね。勝負に対してフェアだった、まあ、いろいろ裏話もあるんだけど、そこにはね、でもあの人は勝負に対してやっぱこう江川さんと加計さんの戦いだとか、宇野とのホームランを争うだとか、いろんなところで競り合いをしたりだとか名勝負をした人だけど、常にクリーンな勝負をしてた人だよね。でホームランを争いしてる時にデッドボール小指に当たってさ、はい、骨折したんだけどさ、その人を責めるわけでもなく、正々堂々と常に、そうそう、いやだからすごくなんか自分を曲げない人だったけど、クリーンな人だよ、クリーンな人かっこいいっていうふうに俺は感じてる。そうですか。じゃあ最後いきますか、はい、坂本選手いいですよ、今回はいくらでも語っていただいて、なんでもうその情報を得てんの前回ね、村田坂本オタクみたいな、いや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 、もう皆さん知ってますよ。いや坂本はもう本当にさ、やんちゃなんだよ。やんちゃってどういう意味？もう小さい時っていうか、プロに入りたてで、はい、まあ、20歳になってお酒を飲めるようになって、うん、すごくやんちゃな時代もやりながら、はい、なんかここに来ていい大人に、変わってきてるという、すっかり大人顔ですね、もうね、うん、それで調理師として一番大切なことは、お金を儲けてもそれを切れるか切れないかっていう、はい、切れるか切れないか、まあだから使えるか使えないか、あ、使えるか使えないかってことですか、うん、切れるか切れないか、かっこいい言い方、金をね、はい、金を切れるか切れないか、え、切れるんだよ、切れる、切れる、使うってことですか。いやだから必要な金はパーンと使う、はと、ね、楽しんだ金はパーンと使うっていう、ここの切符の良さが、うん、俺は打席での潔さだとか勝負どころに生きてるというふうに俺は思ってるんだけどね、お金の使い方とその選手のプレーっていうのはちょっと通ずるところがあるんですね、うん、俺は人気者の映画が結構好きで、そうなんですか、修羅の胸とか、うん、松方弘樹さんね、おかっこいいんだよ、渋い、その言葉ね、バカじゃなれず利口じゃなれず、うん、中途半端じゃなおなれず、はい、ね、男は金を切れないと男じゃねえと、お、もうそこが好きで、だからそこを感じるんだよ、あの選手、だから好きなんだよ、だから好き、まあ、一緒に飲んだこともあるし、そういう、 こう、まあ、話をしたこともあるんだけど、中途半端じゃないんだよ、バカじゃないし利口じゃないし、うん、でも中途半端じゃない、はい、だからバランスがいい非常に選手なんだよ、で金が切れる、金が切れる、
勉強になります。金もう人気もんだよね。人気もんじゃなくて人気もんだよ。人気もんね、はい。なんかね、その男らしさを感じるんだよ。なんかこうあの笑顔とか、はい、いろんなことを見てると、なんかこうそういうこうことは感じない人が多いかもわかんないけど、そうですね、持ってるものっていうのは非常に男気があっていい選手なんだよね。さすが豊さん。これからも応援してます。ニヤニヤしすぎ。